どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、一昨日ぐらいからですね、マリオットボンボイから、特別オファーがね、来てる方が結構いるみたいで、まあ、私もねこの特別オファー来たんですよね。まあ、このオファーが、これどういうものかっていうと、エリートナイトクレジット2倍キャンペーンっていうのがね来たんですよね。今回は、こちらをね、解説していきたいと思います。でこのエリートナイトクレジット2倍キャンペーンってこれ何なのかっていうと、まあ、本来宿泊カウントってありますよね。マリオットの、公式サイトで予約した宿泊が、まあ、このカウントされてって、まあ、本来9泊でシルバー、25泊でゴールド、50泊でプラチナ、75泊でチタン、年間100泊プラスみたいな感じでアンバサダーみたいな感じで、まあマリオットステータス、マリオットのステータスってまあそういう風に分かれているんですけども、こちらが本来1泊で一実績なんですよね。まあこれが2倍になるっていうね、キャンペーンなんですよね。これどうですか？あのね、普通に考えてこれすごいキャンペーンなんですよね。これね、今回特別オファーということで、これどういう人選で選ばれてるのかわからないんですけども、まあ私は幸いこのキャンペーン来たんですけども、ちょっとね、来てない方も結構いらっしゃるみたいで、ちょっとね、あのアプリの方をね、確認していただけたらなと思います。まあマリオットボンボイのね、アプリでもウェブでもいいんですけども、プロフィール画面からですね、まあプロモーションっていうところを開いていただくと、まあこちらのね、キャンペーンがね、そのプロモーション画面に入っていれば、まあ今回対象者っていうことでね、まあ利用できるわけなんですよね。今現時点でね、SPG アメックスを持っている方で、ゴールドステータスの方はですね、このキャンペーンどうなのってまあ思うと思うんですけども、残念ながらこの SPG アメックスをね保有しているゴールド会員の方に、まあ仮にこのオファーが来てたとしても、まあ正直ね、プラチナステータスを狙ってる方はそこまでお得じゃないんですよね。私のチャンネルでね、まあ解説させていただいておりますけども、まあプラチナチャレンジっていうものがありますよね。まあそちらを利用した方が3ヶ月に16泊でね、あのプラチナになることができますんで、あの今回のこのオファーはね、たとえ2倍であったとしても、まあプラチナを狙うっていう意味ではね、まあプラチナチャレンジやった方がね、まあ16泊で済みますんで、あのそっちの方がおすすめなんですよね。ですんで、まあこれはどういう人におすすめかというと、まあ私のように、まあ私2021年の1月末でこのマリオットボンボイのプラチナステータスって終わってしまうんですよね。まあそれ以上もう延長はね、今のところまあありえないんですよね。ですけども、まあこのキャンペーンを狙って、本来、プラチナステータスっていうのはまあ50泊必要なわけですよね。まあそれを今回これを利用して2倍キャンペーンをね、まあ狙っていけば、まあ本来50泊しなきゃいけないところを、まあ、25泊することによって、プラチナステータスになれるみたいなね。まあそういう感じですよね。まあこれが、まあ、38泊するとチタンステータス、まあもう一個上のねステータスをもう狙えるっていうこともまあ可能なんですよね。まあ、こちらのキャンペーンのね詳細なんですけども、宿泊方法なんですけども、まあこちらはですね、支払いのある宿泊に対してカウントしていきますっていうことですんで、まあポイント宿泊は対象外っていうふうになりますね。もちろんね、あの普通の宿泊はポイントでも対象になりますんで、だから仮にプラチナステータスを狙っていて、まあ、15泊、まあ、30泊分ですよね。まあ、そちらを、優勝で取って、まあ、残りの20泊をポイントで宿泊するみたいなのでももちろん OK ですよね。で、次にですね、この宿泊実績の付与時期なんですけども、3日から5日営業日以内に付与っていう感じになっておりますんで、プラチナチャレンジの時もですね、結構1週間の猶予がありますみたいな感じだったんですけども、まあ私もね、翌日にはもうプラチナになってたんで、そこら辺は多分一応このぐらいの期間をも、設定してるんじゃないのかなと思います。でね、こちら、ここ最近に来たプロモーションで、まあもう2020年ね、3月入ってますよね。だから1月2月ね、宿泊された方どうなるんですかって思いますよね。これね、残念ながら、このキャンペーン、プロモーションエントリーする前のね、宿泊は、タウントに入らないそうなんで、これちょっと残念ですけどもね、うん、そういう風になってるみたいですね。
で次にですね、もしねこのプラチナを狙ってる方、まあ本来ね50泊必要なところが、まあ25泊でね、このプラチナ維持できるわけなんですよね。でこの時期だと、まあちょっと今ね、あのコロナウイルスの影響で、まあちょっと北海道っていうのはまあ行きづらいかと思うんですけども、まあ私もね、4ポイント函館っていうね、函館のホテルでね、このプラチナチャレンジをさせていただいて、まあ大体一泊はね、6000円から8000円ぐらいだったんですよね。ですね、すごい安かったんですよね。まあこれ仮にね、7000円でやったとしたら、まあ25泊で、まあ17万5000円ぐらいで済むんですよね。まあこれが75泊だと、26万6000円。まあこちらだと、まあチタンエリート狙いになり、チタンエリートステータス狙いになりますけどね。まあこれ、まあ普通に、50泊するよりかは全然お得じゃないですか。まあ言ってしまえば、これ、ほとんどの場合、ほぼ倍かかる計算になりますからね。ですんで、まあ私のようにですね、ステータスが切れてしまうっていう方はですね、これね、積極的に狙ってもね、いいんじゃないかなと思います。でね、私もですね、2021年に、プラチナステータス切れてしまいますんで、まあちょっとね、25泊現金でってなるとね、やっぱり大変で、まあ17万5千でね、かなり大変な金額なんで、ちょっと考えてはいるんですけども、まあちょっとね、まだ決断まではできてないかなっていう感じなんですよね。で、次にですね、今、現時点で、マリオットボンボイはエレベーデッドキャンペーンっていうね、こちらは、一応ね、対象限定って書いてあったんですけども、まあほとんどの方ね、対象で来てると思うんですけども、こちらのキャンペーンやっておりますよね。まあこちらは、2滞在目の滞在から、1滞在につき、2000円ポイントがね、もらえるキャンペーンという風になっておりまして、まあ1滞在目はね、もらえないんですけども、2滞在目以下で、2滞在目以降からですね、1泊でも、2000円分のね、ポイントがもらえて、さらにね、こちらの、キャンペーンはね、上限がありませんので、エリートナイトクレジットのね、キャンペーンに、がっつり参加されるっていう方はですね、ぜひそちらのね、キャンペーンもね、登録、確実にするようにしてくださいね。2体目の滞在からですね、1泊でも2000ポイントがもらえますからね、悪くないですよね。いかがだったでしょうか？今回はですね、マリオットボンボイホテルの、特別オファーのね、エリートナイトクレジット2倍キャンペーンをね、解説させていただきましたけども、まあこれね、すごいキャンペーンですよね。今まで普通にね、毎年、ちゃんと宿泊して、プラチナステータス、チタンステータスね、取られてた方からすると、こんなキャンペーンやっていいのかなって思うぐらいすごいですよね。まあ普通に考えて、今までね、本来普通の宿泊数で、このステータスを狙ってた人たちは、まあね、昨年とか、まあ50泊ね、お金払ってね、そのステータスになってるのに、まあ、急にこんなキャンペーン入ってきて、大丈夫なんですかね。ステータスが切れてしまうみたいなね。まあそういう方はですね、まあかなり、嬉しいキャンペーンなんですけども、既存の人のね、既存の方からするとね、かなりね、反感を買うようなね、キャンペーンでもあるのかななんてね、個人的に思ったりしております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。